竹崎末永は、鎌倉時代中期の武士。鎌倉幕府御家人。原稿における、自身の戦いを描かせた、猛古襲来絵言葉で知られる。肥後国竹崎号の出身。菊池氏の一族であるが、同族内の所領争いに敗れて没落した。文英11年、大元大モンゴル国の第一次侵攻である文英の、役では、日本軍の総大将。 将に影助が陣を敷く、壱の浜に、主従五騎のみで参陣した。すなわち、末永本人、姉婿の三井三郎助長、旗指の三郎次郎しやす、老中の藤玄太助三つ、中間一騎の計五騎である。総大将、影助は、息の浜に陣を敷き、元軍が赤坂から博多に押し寄せてくれば、一斉に元軍に汽車を追いかける計画であった。 しかし、末永は影助に元軍に対して先駆けを行うことを申し出て、影助もそれを許可した。末永は手勢5機で元軍の方に向かった。途中の赤坂ではすでに、肥後国御家人、菊池武士某率いる武士団が元軍を破り、多くの元兵の首を打ち取っていた。末永は武某ら武士団が寄陣するところに遭遇する。 末永は、赤坂の戦いで敗走した元軍を追って、取り替え方まで進出した。荒原山に陣を敷く元軍も、取り替え方に進出したため、末永は先駆けを行う。しかし、末永以下三期が負傷し、危機的な状況に陥ったが、後続から、非全国御家人、白石道康や同国御家人、福高め重ら日本軍が到着して、元軍を破った。 敗れた元軍は、荒原山や桃寺元へと敗走した。戦闘は、日が暮れたのを木に集結し、後日の戦闘続行を困難と判断した元軍は、その夜に、博多湾から撤退し、文英の役は集結する。末永の武功は負傷したのみであり、先行とは認められなかったかあるいは事務的な手違いで、報告されておらず、恩賞も与えられなかったと言われている。 末永は、先駆の功を認めて欲しいと、検治元年6月に馬などを処分して、旅費を調達し、鎌倉へ赴いて幕府に直訴する。同年8月には、恩賞奉行である、足立安森との面会を果たし、恩賞地として、肥後国会統合の児童に任じられた。猛虎襲来絵言葉より、鎌倉の足立安森邸で、先駆けの功を訴える末永公安4年。 第二次進行である公安の役では、肥後国守護大、足立聖州の指揮下において、滋賀島の戦いや三國屋会場合戦で敵の軍船に切り込み、弦兵の首を取る、等の活躍をして、軍港を挙げ、多大な恩賞を与えられた。戦後の永忍元年には元港における自らの、武功や鎌倉へ赴く事情などを中心に、猛古襲来へ言葉を描かせ、 交差大明神へ奉納した。永人元年、菩提寺、東福寺を混流して出家し、放棄と合する。同年、所領の合者に対して、祭り殿、修理殿、水庫などに関する七箇条の置きみを定め、昭和3年にはさらに十八箇条の置きみを改めて制定した。現行四年三月四日、開盗神社に対して、修理費用として、 全162巻分、米67国、他一朝を寄進した記録が残っているが、以降の消息は不明。熊本県宇城市小川町東海東の東福寺に葬られた。また、同市小川町北海東にも、末永のものとされる墓があり、平原公園として整備されている。大正時代、現行において、前線で命を張った、指揮官にも、 栄誉を与えるべきではないかという議題が持ち上がり、大正3年11月の大上会で、13位という行為を追蔵された。したがって、末永への継承は、竹崎末永教である。明治27年、竹崎末永のものとされる墓が、熊本県宇城市小川町北海東に確認された。墓の周辺は、平原公園として、植樹、整備され、大正五年に、 下町式軍教育会により、記念碑が建立された。記念碑には、熊本県出身の清浦慶吾、内閣総理大臣による碑文や、東郷平八郎海軍元水の筆により、弓船の道、進むをもてしようとすとある。竹崎神社社殿、竹崎末永を主催神とする、竹崎神社が、熊本県宇城市小川町東海東鶴巻にあった。 昭和5年に創設発起、昭和20年に寄港、昭和26年に春光、創建された。しかし、昭和40年の大型の台風により社電灯が倒壊し、衰退、廃車となった。現在は、旧境内の入り口付近にある社名を冠した鳥居や、小さな祠等が残るのみとなっている。 竹崎末永の羊については、菊池市の一族である竹崎氏であるという説が有力である。末永の生誕地であると伝わる熊本県宇城市松場瀬町竹崎には、末永の居城跡と伝えられる竹崎城跡が所在する。ありがとうございます。